おお、雨だ雨だ。5月31日日曜日朝6時47分です。ちょっと早めですが、今からモーニング食べに出かけようかと思います。もう5月も最終日ですね。明日からは6月スタートです。いや、ほんと半年経つのが早い。エンジンスタート。じゃーん、今朝の目的地に到着しました。コメダコーヒーでモーニングいただきます。しかしね、結構降ってる。やばいやばいやばい。一応カメラ防塵防滴ですけど、あんまり濡らしたくない。メニューを見るまでもないんですけど、とりあえずやっぱりブレンドのたっぷりサイズで、小倉で。お伺いいたします。ブレンドのたっぷりサイズ、たっぷりのブレンドコーヒーで、ミルクのフレッシュの方付けしておいていいですか？なしていいですか？はい、はい、あと小倉で、小倉なんでバターでよろしいです。はい、はい。コーヒーはたっぷりサイズで、トーストはいつものオクラです。うまそう。いただきます。うん、香りがいい。うまい。いただきます。うん、うまい。ごちそうさまでした。完食です。さて仕事しよう。まだ降ってますね。じゃーん、仕事早めに切り上げて久しぶりにショッピングにやってきました。これショッピングセンター夢タウンなんですけど、いつ以来だろう、2月末以来ぐらいだと思うんで、まるまる3ヶ月ぶりぐらいです。駐車場も満車状態です。お風呂に結構苦労しました。さっさと用事済ませて帰ります。ゼビオでスポーツ用品物色してきます。じゃーん、今晩は久しぶりにホルモン食べてきます。めちゃくちゃ久しぶり。それではビールからいただきます。うまっ。うわ、生のもの久しぶりかもしれない。黒ホルと柔らかハラミと白、あとせせりとサラダと角的。おお、いただきます。うまそう。うん、うまい。あ、ビール最高。2杯目はハイボールです。あ、これうまい。ふわ追加しました。あと石焼きビビンバ。ごちそうさまでした。お腹いっぱいです。完食です。